武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は、福井大学の数学の勉強について話していきたいと思います。医学部医学科の数学ですね。で、時間が110分で大問が4題、出題されております。で、大問の特徴としては、まあ、オール記述、なんですが、毎年微積とベクトルが、出題されており、また数列の、出題率も高く、まあ、あとは、まあ、グラフ関連の、出題率がそれに続いて高いという形になっております。で、オール記述、なので、やはり記述力が試されるような問題が多く、で、一部その他学部とも同じ問題も出てたりはするんですけれども、ただ、その同じ大問であっても医学部の方がちょっと問題が増えてたりなどという形で、全体的に難易度は、他の学部と比べても高い、問題となっております。で、ここの、問題の難易度、としてはですね、まず記述力は鍛えなきゃいけないので、まあ、センター、以降に関して言うと、国公立標準問題集キャンパス、こちらは必須でやっておいた方がいいでしょう。で、まあ、一体した対応などをやっている人であれば、まあ、そこさえ、記述の練習さえやっておけば、ある程度対応はできるとは思うんですが、少し難しい問題が出るという点を踏まえておくと、まあ、入試の革新の標準編や、優しい理系数学ですね、まあ、例題だけでも、最低でもやっておいた方がいいかなとは思います。で、まあ、ここの問題は出やすいところがある程度決まっている部分がありますので、そこの対策をまず優先で、ただ、まあ、そこしか出ないというわけでもないので、残りの範囲は、まあ、優先的にやる範囲、まあ、特に数列、ベクトル、微積ですね、このあたりが終わった上で、しっかり対策をしていく。で、証明問題や、記述問題も、まあ、図を書いたりする問題なども出てきますので、こういった部分でも対応できるようにやり込んでおきましょう。以上が数学の勉強となります。